ジャイアンツ対読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん。苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。打ちました、投げました。これはサードライナー。バッターは2番に入っている吉田。山本まずはセットバッターを使っています。マウンド上のピッチャーそしてキャッチャーは森。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。初球ボール。ああ、来ましたか。いいボールでしたね。はい、それ。ああ、先行です。インコース落としました。ストライク入りません。ストライクは1球いました。2球目は何で来るか。引っ張った。取った。一塁そのまま入ってアウト。さあ、そしてバッターボックスにはアースが入っています。さあ、ツーアウトにはなりましたが、先制のランナーを展開しております。まあ、ここはしっかりアウトを取りたいですね。なるほど、そうですね。さあ、初球は何か。ああ、いいボールですけどね。はい、それのわずかに外れてボール。ああ、17キロ。4位の球はわずかに外れています。ストライクがありません。アウト。次の球の取れないでしょうね。なるほど。アウト。ピンチをしのぎました。インサイド打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。柳田抑えてワンアウト。バッターは2番に入っているバース。菅野まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルボール。インサイド打ち上げました。弾き返した打球は右中間へ。この打球はフライになっています。バッターボックス吉田、ツーアウトになっています。インサイド右中間に上がった。ここは打ち上げています。最後はセンターフライ。打ちました。流しました。高い打球レフトへ。ここはフライになっています。バッターは DH 丸。ワンアウトランナーありません。初球は何で来るか。最初は変化球できました。ボールになります。さて、バッターボックスの山田、どういうバッターなんでしょうか。ミートが上手いのに大きいのも打ってきますから、もう打席に立ってほしくないバッターですね。なるほど、そうですか。まず何を投げてくるか。インサイド落ちました。ファールボール。右に切りました。ファールボール。ノーボール2ストライクです。ボール。変化球が低めに外れます。次が5球目。変化球は決まりません。さあ、決め球を思い切って投げ込みたいですね。打ちました。セカンドが取る。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。アウト。菅野抑えてワンアウト。打順は5番浅村。菅野まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース打ちました。いい当たり。ファールボール。打ちました。ファールボール。これが2球目。レフトに大きな打球。レフト深いところを破っていきました。一塁決定、二塁。さあ、そして打席には山本が入ります。ここの打順もいいですし、このチャンスをものにしないといけないですね。さあ、得点圏には同点ランナーを置いています。何が何でも同点にしないといけないから、バッターも集中してるでしょうね。なるほど。バッターボックスには代打の柳田。ヒットでランナーを二塁に置いています。はい、ジャイアンツピッチャーが変わります。一打同点。初球打っていった。抑えてツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあ、そしてバッターボックスには鈴木が入っています。いいバッターが続きますから、ここは勝負どころですね。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。バッターボックスには代打のコーナー。ツーアウトになっています。初球は何から入って、これはい、読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん、里崎智也さんの、そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手。いい当たり。ショート取った。アウト。ワンアウトです。バッターは2番に入っているバース。菅野まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。これはセカンドライナー。バッターボックスには3番吉田。ツーアウトになっています。この回のジャイアンツ打線ですが、2球でアウト。あっという間にツーアウトです。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思いますよ。はい、そうですよね。初球空振りです。
アウトで次の得点です。さあこれからジャイアンツが守備につきます。王が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。ボール先行です。ストライク決めました。163キロここはバッター連点これを読めるかどうかですね。ファールボール。そうでした。入れていきます。ファールボール。今外れています。スリーボールツーストライクです。これが6球目。おお外れました。先行バッターを外します。ノーアウトから先制のランナーを出していきます。小宮山さんどうでしょうかね。ちょっとコントロール気をつけたいですよね。ストライク。バッターは2番に入っている坂本。フォアボールのランナーが出ています。マウンド上大谷、そしてキャッチャーは森。そのバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略しているか。インコース落としました。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。ジャイアンツピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには高橋が入っています。さあ先制のランナーを打てるようにしております。まあ、ここをしっかり切り抜けて主導権を握られるようにしましたね。なるほど、そうですよね。まず最初のボールを決めていきました。ストライク。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。アウトを取りました。さあそして打席には松井が入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたがピンチは続きます。まあやはり先制打ちました。打ちました。これはサードライナー。さあそしてバッターボックスには岡本が入っています。さあ2アウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあここもしっかり抑えて選手権を与えないようにして初球打ち坂本が掴んで3アウトです。ボール。ボール先行です。3球目打ちました。うまく滑り込んで取った。いいプレーが。ボール。ちょっと外れたか。ボール先行です。ストライク。シュートですね。リンゴウェイ切れない変化球が決まっています。アウト。はい、変化球が決まっています。ツーボールツーストライクです。まあ、次のボールが勝負ですね。なるほど。さあどうか。おお、見送ってよく選びました。ワンボールです。ワンアウトから先制ランナーを出していきます。バッターボックスは6番山本。そうですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。低めのボール打っていった。ここはフライになっています。押さえて2アウトランナー1塁とかあります。バッターは7番に入っている鈴木。2アウトになっています。最初は変化球できました。キャッチャー強肩ですからランナー警戒していると思いますね。なるほど、そうですね。ボール先行ランナー動いてくるか。トライ。さあ5球目は何か。トライ。3アウトチェンジ。打った。フェア。さばいて一塁へ。一塁。はい、ストレートわずかに外れてボール。レフトへ。ここで空振り。あっという間に2ストライクです。ふわふわっと上がった。ファウルボールで抑えて3アウト。ストレート打った。フェア。ここに立ってほしくないバッターですね。そうですか。次が2球。逃げ持っていった。一気にライトへ。セカンドランナーサードがパスを蹴った。そしてなるほど。さあ何を選択してくるか。ここに投げられる。ジャストミート落ちた。ヒットになる。セカンドランナーサードがパスを蹴った。ジャイアンツですね。さあしっかりと抑えていきたいところです。アウト。初球ボールでしたけどね。はい、うちのボール打っていった。セカンドランナーでアウト。スローランナー唯一に向かっています。さあ先生打席には高橋が入ります。さあ2番目ならランナーを変えさせません。試合終了。今日は見事な完封で白星を挙げました。